エトナコミックの皆さん、こんにちは。私、イムの時間の原作脚本監督を担当しました吉浦と申します。今回エトナコミックでイムの時間劇場版が上映されるということで本当に嬉しく思っています。さらに実は先ほどちょっとどういうことが行われるかも聞いたんですけれども、パネルディスカッションをやって、さらにイムの時間を再現したカフェブースまでできるということで、どんなナギさんのコスプレがいるのかちょっと楽しみです。これだけその海外にまた映画祭で上映していただいたり、こんないろんなことをしてくださってるってことを考えると、イブの時間って作品を最初に作ったのはもう実は6年ぐらい前になるんですけれども、いまだにこうやっていろんな人に楽しんでいただけて盛り上がってくれてるっていうのは本当に作り手として嬉しく思っています。どうか最後までこの作品を楽しんでいただければ幸いです。そしてもし本当に面白いと思ったらですね、ぜひ感想なんかも送っていただけると本当に嬉しいです。どうか最後まで楽しんでいってください。